皆さんこんばんは。今回の音声に関してはもうわけわかんないです。ところどころ物騒なワードが聞こえてきますけど、多分なんてことないでしょう。それではどうぞ。練馬の女子高生一体どこ行ったの？実際柿花にも逃げられたし、見ない。俺らのやったことまるで意味ない。腹が減ってきたな、そろそろこんなとこで食いたかねえけど。いえ、時刻は午前6時。考えられる選択肢、結局んとこコンビニ。あなたとコンビニって俺と関口は、関口はドブさんにやられ動けないって、それ本気？ウーバーなんとかはやり方わからないよ。何度か試みようとしたがクレジットカード持ってないんだ。信頼できる手下いるけどこの場所内緒でした。で、いや、ちょっと待って、それ信頼できないってことだろう、この野郎。恥かかせやがってことごとく。俺は結局孤独なんだ。そう、まあいいや、俺は路上に入るや。そう、こんな自分嫌いじゃないし、まるで魔術を繰り出す街ないしとか言ってたってお腹いっぱいにならないし、俺が買いに行くとかマジないし、こんな時間に徘徊し行ってたら職質されちゃうのかな。翌日新聞に載ったりしたらシャレにならない。だってさ、破ってるんだもん法律とか。こうやってビートに乗ってるとお腹いっぱいに、いや、ならないならない、やっぱお腹は減るんだなってなったら、やっぱりさ、俺が買いに行くしかないのかな。本当ならもう帰宅してパジャマに着替えて寝る支度して、あらゆる考え事から離脱して、希釈した飛躍で味覚を麻痺させて、あの映画スターの遺作を字幕付きでたしなむのにな。同時多発的に起きた困難、ノックダウンされた関口を置いて帰るなんて上位かたつ。それじゃトップダウン、まるでワンマン KA。 そうじゃねえだろ、俺たちはいつだってワンパン KO、 ボトムアップ。現場で下から唾吐くんだ、このボトルキャップのように捨てられた命。拾ってくれたのはボスだったろ。本目不当で寝転んで、俺たちはいつも上を見てた。問答無用で偉くなるって見上げた星流れて消えた。殴られて育った幼少期、地獄から這い上がる様想像し、裸足に引っ掛けたゴム草履、握ったペンを包丁に持ち帰って思考を遮る。夜の海に吠えた負け犬、俺たち以外はみんなフェイク。俺からやり直すかケース。そう、俺たちはファミリー。寂しいなんてもう言わせない。プロミスエブリシン、今ここで全て約束見せてやる。てっぺんからの景色、何を隠そう、俺がラスボス。あ、そうそう、今思い出してよ関口、これが何かわかるかお前に。ミステリーキッスのマネージャー山本が持ってたボールペン、5億円並みに価値があるボールペン、所持してるだけで幸福へなんて作成前面。何もかもがそう崩れ、そう屈で空腹の生殺し。やっぱ返しとくは山本にとか言ったところで、やっぱお腹は減ってきたな関口。